休憩前に引き続き会議を開きます。一般質問を続行します。安倍市長。それでは安西議員のご質問にお答え申し上げます。1についてお答えします。障害者自立支援法の廃止と新法の制定は平成22年6月に閣議決定され、これを受けて障害者自立支援法違憲訴訟団は国と和解しました。しかし障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律、括弧障害者総合支援法受けの制定にあたって、現行法の廃止と新法制定について、当事者らがまとめた新法の骨格提言がないがしろにされたとして怒りや不満の声があることは認識しています。厚生労働省は原案を示し、法の名称を変え新たな理念を掲げることで障害者自立支援法の廃止とみなすとしました。また法を廃止した場合、現行の支給決定や事業者指定をすべてやり直すこととなるため、改正で対応するとしました。それぞれの立場での思いや意見があると思いますが、多摩市としては関係法令を遵守しながら第5次総合計画に掲げた障害者が安心して暮らせるまちづくりに向け一歩ずつ取り組んでいきます。2についてお答えします。多摩市障害者基本計画の重点目標としての相談支援の充実は、障害者の相談について地域活動支援センターにおける相談機能の充実と、事業所等身近な場所でも相談ができる仕組みづくりを目指したものです。一方、市が事業所となる指定特定相談支援事業所は障害福祉サービスの利用に際して法制度上必要となるものです。現在市内に指定特定相談支援事業所がないことから、市が事業所となり障害福祉サービスを円滑に実施するための一定の役割を担うことで新たな法制度に対応するものです。次に、障害により判断能力が十分でない人への権利擁護の実施機関としては、社会福祉協議会が運営している権利擁護センターと多摩南部青年後継センターがあります。市では権利擁護に対する一般的な相談を行うとともに、青年後継人等支援会議及び青年後継の集いを社会福祉協議会と共催し、青年後継制度について理解促進を図っています。また多摩南部青年後継センターにおいて市民後継人についての研修及び指導を行い、今後の人材の育成等にも努めています。次に、障害者への虐待防止の体制整備については、通報届け入れは障害福祉課が対応窓口となっています。引き続き周知啓発を行っていくとともに、一時保護などの体制についても関係団体等とさらに協力関係の構築を進めていきます。3についてお答えします。市内の日中活動系の事業所の実情については、現状では事業所への通所を希望されている方に対し、この春に特別支援学校を卒業する方もされる方も含めて通所先の確保ができている状況です。通所先については、本人保護者及び事業所と調整し、必要なサービスと対応を図っています。
課題としては毎年度特別支援学校の卒業生がいる中で通所先、特に生活介護事業所の定員拡充が必要となると考えています。今後も特別支援学校や市内の事業所との情報共有を行う中で通所先の確保や定員の拡充についてお願いしていく考えです。4についてお答えします。平成24年6月に成立した障害者総合支援法において障害程度区分は障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す障害支援区分に改正されます。本改正の施行日は平成26年4月1日となっており、平成25年度については現行の障害程度区分認定と同様に行います。また改正される障害支援区分の制定にあたっては知的障害者精神障害者の特性に応じて行われるよう適切な配慮その他の必要な措置を講ずるとされています。厚生労働省では平成26年度からの円滑な施行に向けて新たな調査項目による認定調査や調査結果に基づく障害支援区分の判定に関するモデル事業の実施、市区町村が使用する判定ソフトの開発などを平成25年度に予定しています。ご質問にあります国や都に対する意見については改正の詳細な内容が明示された後に必要に応じて検討していきます。5についてお答えします。放課後デイサービスについては平成24年4月1日に改正施行された児童福祉法において応能負担とすることが法律に明示されています。また新体系移行前に家賃補助を受けていた事業所については新体系移行後も引き続き補助を継続することにより事業所の運営を支援しており、今後も継続した支援を行う考えです。6についてお答えします。発達障害児者の特性に応じた日中活動の場等が少ないことはご指摘の通りです。なお放課後等デイサービスなどにおいては障害特性に応じた個別または小グループの支援を行う事業者の参入が少しずつ増えている状況です。今後も事業者との情報共有を図り発達障害への理解を促し事業者の確保に努めていきます。重度の心身障害者に対する日中活動の場については先にも申し上げた通り現状の通所希望者数に対しては充足しているものの、今後生活介護の場の確保が特に重要になってくると考えています。引き続き特別支援学校や事業所との情報共有や必要な施設の確保に努めていきます。7についてお答えします。多摩市では社会連帯の理念に基づき障害者が有する能力を正当に評価しその雇用を促進するため平成19年度より毎年度身体障害者対象採用候補者試験を実施するなど積極的に取り組んできました。これまでの障害者対象採用試験は身体障害者を対象とした上で職務を自力で遂行できるもの、自力で通勤できるもの、通常の勤務時間に対応できるものを資格要件としています。これは行政における本格的業務を担う正規職員として必要な要件であると考えています。また行政運営にあたっては限られた人員の中で継続的に安定したサービスを最小の経費で提供できるよう努めなければならないという基本的な観点についても考慮しなければなりません。しかし障害者の就労については重要であり、その障害特性を正しく理解し環境を整えることが必要であると認識しています。このような中で障害者の雇用促進にあたっては場所の確保やジョブコーチ等も含めた就労形態の在り方など解決すべき課題があるため、制度設計を含め事業実施の実現に向け引き続き検討を行っていきたいと考えています。8についてお答えします。障害者の権利条約や差別禁止法は国際人権法に基づいて人権の視点を重視した考え方であり大変重要なものです。教育の場や福祉の場でこのような精神を尊重した街づくりを行っていく必要があることは言うまでもありません。多摩市としては法令関係を遵守しながら必要な施策を検討し、第5次総合計画に掲げた
障害者が安心して暮らせるまちづくりに向け取り組んでまいります。以上です。はい、安西議員、ありがとうございました。再質問に先立って、通告書の間違いを2箇所伺わさせていただきます。49ページの真ん中あたりですが、その総合支援法は、来年の4月から実施されますというふうに直します。それから多摩市の障害者基本計画、その下の方ですけれども、6つの柱で構成するとしていますが、4の生活への支援というのが抜けておりましたので、それを入れさせていただきます。それでは再質問いたします。の第一答弁でですね、この、基本合意骨格提言が、反映されなかった総合支援法ができたという中で、多摩市としては関連法令の、遵守をしというふうに出ていて、これは当然、市の、仕事というものは法律に基づいてあるわけですから、これはそのように書かれても私はいいというふうに思っているんですけれども、その前のですね、そのいわゆる 法を廃した場合、現行の支給決定や事業者指定をすべてやり直すことになるため、改正で対応する するとしましたという、これは政府がそのようにしたわけなんですけれども、法律がそのようにしたわけなんですけれども、これはね、本当になぜ、これが根本的なその弊害で、新しい法律、障害者が望む法律ができなかったわけではなくてですね、一番の大元には、これはいわゆる民主党と自民党と、それから公明党の三党合意なんですね。その三党合意の後ろの背景に何があるかというと、いわゆる厚生労働省をはじめとした官僚の、この法律をやはり、障害者の その願いに沿うもの、基本合意や骨格的に、合うものにしてはならないという強い働きかけが私はあったというふうに思っています。そしてさらにですね、やはり財界の狙いであるいわゆる福祉にはお金を回さないという、これがやっぱり一番大きな弊害だったというふうに私は見ているわけです。なぜならば、この法律、本当に画期的なんですね。一つは、障害者運動によって、障害者の方たちが自ら参加をして、この新法を作るための基本を、基礎を作ったという、そのことが一つ、他の法律の中ではこういう例はありません。それからこれがですね、今後の社会保障のモデルになり得る、それだけのものを持っています。そして本当に今、福祉になじまない介護保険の制度、それから子ども・保育の分野にこれから着々と導入されようとしている新システム、これが権利としての社会保障に値しないという、これをまさに突き崩すものだからこそ、官僚が、徹底的に私はこの抵抗したんだというふうに思っています。いわば民主党も自民党も公明党も、その上に乗って財界の思うことも反映して、こういうふうになったんじゃないかというふうに私は思っています。さて、この支援という言葉がですね、私は大変邪魔だなというふうに今思うんですね。本当に足りないところを援助して差し上げましょうというと、非常にこう障害者の方たちを尊重したような考え方ですけれども、いわゆるその人として、障害者の方もどういう方も人間らしく生きていけるという、この権利としての福祉、この概念からは非常に私は外れているものじゃないかというふうに思っています。ですから むしろですね、これからまだ脈々とこの基本合意と骨格提言は生きておりますので、そういったことを反映して、障害者総合福祉法という、この福祉をきちっと掲げた法律にしていくべきじゃないかというふうな意見があることもご紹介をしておきたいと思います。それでですね、皆様方は国の法律に従って、実務を行っていらっしゃるわけなんですけれども、自立支援法、そしてつなぎ法、そして総合支援法という目まぐるしいこの法律の変化の中でですね、職務を遂行しておられるわけで、非常に大変な事務量と大変な思いをされているかと思うんですが、率直にそのあたりのご意見をお伺いしたい。鈴木健康福祉部長。ご配慮いただいた発言ありがとうございます。大変な事務だということは当然そこにさまざまな障害特性を持った方がおいでになるわけですから、それは当然でございます。
で、私どもはそれをお仕事とさせていただいてますので、今現在職員もしっかり受け止めさせていただいてやらせていただいているというところでございます。安西議員。まあ、大変厚生労働省が喜びそうな答弁でしたですよね。私は率直でいいと思うんですよ。こんなに振り回されてね、しかもその法律が変わるたびごとに法律の中身さえ、それが具体的に障害者の方や魂にどう関わっていくかもわからないようなやり方でですよ、やられてきたわけですね。それでですね、これが実際、じゃあ具体的に魂内の障害者の施設、こういったところでどういうふうに受け取れられているかということをご紹介したいと思うんですが、もう2年ほど前になりますけど、2011年の秋にですね、これは超党派の市議会議員で、当時、自立支援法に移行した7つの施設、事業所を、お話を伺いにずっと上がったわけですね。私はこれは非常に多摩の市議会っていいなって思うのは、こういう一つの問題でも、本当に政党会派を超えて、ちゃんとこういうお話を聞きに行けるという、議会基本条例があるからだとも思うんですけれども、こういうことがやれるというのは、非常にいい議会だというふうに思っています。でその中で聞いた話ではですね、これまでいわゆる補助金を受けていた事業よりも、今度の自立支援法になって少し、給付のその費用、お金ですね、給付費の方がやや多いと言われたところがたった1箇所だけです。それで他のところはですね、大変困難も抱えてて、ここだって非常に困難も抱えてるんですよ。で非常にまず煩雑な事務量、そして利用者の方が、なんで僕は働きに来てるのに、この給料からね、利用料が引かれるんだっていうふうにこう言われると、こういうところに私たちはどう答えていいのかわからないと、そういう胸を痛める発言もあるわけです。いわゆる非常にこの、自立支援法については、不満の声、それからまた使いづらいというこういう声があるわけですよ。それでですね、私、この自立支援法が、この、すみません、総合支援法になりましたけれども、その変わらない背景に、実は自治体にも責任があるんじゃないかというふうに思ってるんですね。なぜならば自治体は常々障害者の方たちの声を本当に身近なところで聞くわけですよ。しかしこの障害者自立支援法、そして総合支援法、いわゆる国も東京都も、それから、多摩市も含めた地方自治体も、なるべくお金を出したくないためのそういう制度でしかないように私は思うわけです。もちろんいろいろと良い面もないことはないです。それはありますけれども、しかしこの財源をつける仕組みにおいてはですね、絶対になるべくお金を出したくない国の意向、そして都道府県や自治体の意向、これがやっぱり反映されていて、市町村がその先頭に立ってこの法律を変えろと本当は言うべきところなんですよ。ですから先ほど大変なご苦労が終わりでしょうって言ったけども、非常に従順にお仕事をなされてるというしか私は受け止められなかった。反発していただかないと困るわけですよね。本当これはそれがないとこの日本の福祉は変わらないと私は思っています。やっぱりね、これはもうそれは市長もそうですけども、担当の部局、それからそれ電子的挙げてもなるんですけれども、心してそのことを国にきちんと挙げるべきだと思うんですが、その視点についてお伺いいたします。鈴木健康福祉部長。財源という問題、これにつきましてはやはり、国、それから広域自治体での東京都、それから多摩市のもちろん財源ということもございます。ですが、先ほど委員さんの方から、国が、出したくないんじゃないかというようなご発言がございましたけれども、それに対して、市も声を上げていくべきじゃないかというお話がございました。私どもは一つには最初の答弁でもお答えさせていただきました、やっぱり法を遵守するというのが基本的なものでございます。でまずは私ども目の前にいる障害者のサービス、それをその法に基づいてきちっと適正に提供していくというのが基本だというふうに考えております。国の役割、広域自治体としての役割、市の、市町村の役割というところでは、まずはそこに立脚すべきというふうに考えております。安西議員。
国や地方自治体も金を出してないわけじゃないですよね、4分の1、それから2分の1、2分の1と東京都と市は出しているわけですけれども、しかし今度のこの法律のですね、それこそ基本合意骨格提言は、元 の、 法内科じゃない前に戻れということじゃなくて、本当にこの障害者の方の人権を尊重した法律に変えていくという、その運動の効用があってのな話なんですね。ですから私は今のお答えは非常に不満足なんですけれども、一つはですね、その皆様方が日々お仕事をなさる中で、さまざまな障害者の方の問題を扱い、そしてまたいろんなその後のケアもずっとしていかれるわけですけれども、その制度とそれから当事者の願いとがこうずれが生じている場合、しかし制度はこうですから仕方がないですよというときに、この胸に痛みを感じられるかどうかということは、私、非常に重要なことだと思ってるんですね。で、私もこうやって議場でいろいろ論議してますと、本当に申し訳ないけども、これはできないんですよっておっしゃる方と、きっとね、非常にある意味じゃ冷たく言い放つわれる方もあります。私はね、本当に法制度だから仕方がないって、それはあると思うんです。しかし、今、現実に目の前にいる障害者の方に寄り添って、そこに心を寄せなければ、先ほど言われたような答弁にしかならないじゃないですか。どうなんでしょう、その本当に自治体が声を上げるべきだという、その点についてもう一度お答えいただきたい。鈴木健康福祉部長。その障害当事者にどれだけ、寄り添うかというところについては、少し私の方からお話をさせていただきたいのは、私がなってから、さまざまな団体と、積極的に会っております、それから、児童心身障害をお持ちの方の、ヘルパーをもう一人増やしてくれないかというところについては、実際にそのお宅まで私も課長も担当者も行ってですね、そこで実際に入浴するところを見せていただいて、やっております。で、私どもの福祉は、やはり先ほど言いましたように、実際に目の前にいる市民の方、それをきちっと見ることから始まるというふうに思っています。ですので、私どものスタンスはそういうところにまずきちっと立っております。で、そこに、エネルギーを充填していくということで、お答えさせていただくことには変わらないということでございます。やはり、その辺は自治体の、職員の立ち位置、行政の立ち位置と、議員さんの立ち位置の違いということで、お答えさせていただきます。はい、安西議員。私はですね、障害福祉課の窓口が丁寧な対応していることも聞いてはいるんですよ、そしてまたそういうふうな努力もされているかも知っています、であるならばですね、やっぱりこういう矛盾をね、自分の問題として考えていかれるという、分かるんですよ、それはちゃんと法律に基づいてやらなきゃいけないわけですけれども、でもそういう地方自治体からの声もなければ、この問題はなかなか解決しないということをちょっと申し添えておきます。それで2番目ですけれども、相談支援事業ですけれども、これまでも相談支援事業はなさってきましたですよね。ノーマと、それから市の窓口と、そして去年からですか、社協もそのいう相談事業をやるようなことも出てきているわけですけれども、実際、その相談件数の動きというのはどうなのか、どんどん増えているのか、微増なのか、精神、それから知的、身体、またあるいは、そこの暇、発達支援室にもありますけれども、その相談の、傾向が増えているのか、また大変になってきているのか、そのあたりをお聞かせいただきたい。鈴木健康福祉部長。相談件数でございますが、相談の数としまして、総体としても全体的に増えております、大幅にというよりかは、もう徐々に増えてきている、年度ごとに増えてきております。例えば、ノーマの部分で、お話しすれば、合計の数でございますけれども、20年度が6252に対して、23年度9000飛んで65、それから、21年度の発達障害児者の相談支援事業は、21年度1028から2401、初年度はこれ、途中からになりますので、回数が少ないんですけれども、で傾向とすれば、精神の方の部分の、相談が多くなってきているということでございます。安西議員。確かに相談事業は非常に重要なことで、しかも非常に専門性を要しますし、人の愛が相手ですので、非常に気も使う重労働といえばですね、精神的に大変重労働なわけなんですよね。で、今回のこの、特定、ちょっと名前が
新しいのであれなんですが、特定、指定特定相談事業者っていうふうな制度が来るわけですが、まあ、これは聞くところによると、いわゆるあの今度の総合福祉援護ができるまでのつなぎ法案の中で書かれていた、そういうことになっているそうなんですけれども、あのこの違いっていうのは、いわゆるその今までもやってる内容ではあるけども、まあ、きちんと法的にその、まあお金も出る根拠にもなっているかと思うんですけども、まあ、あの継続してそのずっと一人のケースの方を追いつつ、観察もして、そしてまた記録もずっと取っていくという、それからまたそのケアマネ的なところもあの含まれているというふうに聞いているんですけども、そのようなことでよろしいでしょうか。鈴木健康福祉部長。はい、委員さんの今お話になったところで、ございます。でもう少しあのお話ししますと、まあ、計画相談支援ということで、一つは、まあ、今回の特定相談支援事業者というのは、まあ、計画を作成担当するというものでございます。でその計画相談支援の、まあ、これは個別給付になりますけれども、サービスの利用の支援と継続サービスの利用支援で、支給決定の、まあ、参考対象を拡大するかどうかということも含めてそういうところで検討する。それから基本相談支援、まあ、障害者障害児からの相談をしっかり受けるというものでございます。安西議員。で、あのこれを受ける、まあ、事業者がいなかったと、まあ、今後はあの民間の方にも移していこうとはされているわけですが、その理由の一つは非常に専門性が高いということで、なかなかこの人材の確保が厳しいということと、それからもう一つはこのいわゆるあの単価っていうんですかね、その予算がつくっていうふうに言われているわけですけれども、本当にあの一人の方をあの1年間相談続けていって、約2万9600円ぐらいですか、まあ、100人を受けても300万ぐらいと、となると、これはもうあの正規の職員はとても雇えないし、まあ、パートさんとかそういう方たちだと思うんですけども、こういうこのお金のつくところにも問題があると、この2つがあるというふうに私は思うんですけど、いかがですか。鈴木健康福祉部長。はい、サービス利用の、まあ、計画案の作成ということで、まあ、約でございますけれども1万6000円、それからモニタリングということで約1万3000円、まあ、1件あたりですね、そういったことが、まあ、国の制度としてございます。で、当然あの事業として運営するということの中では、この制度を、まあ、をスタートしなければいけませんので、今回、まずは市が、事業者のないところの中でスタートをさせていただくというところで考えております。安西議員。それで市の方にはどのような人材をお付けになるんでしょう。そこをお聞かせください。鈴木健康福祉部長。この、まあ、指定特定相談支援事業の中にきちっと相談をする職員につきましては、東京都で今現在行っております研修をしっかり受けた方ということの中で、今私ども嘱託職員ということの中ですぐ即戦力として活躍いただける方を募集させていただいているところでございます。はい、安西議員。非常に専門的にもまた財源的にもですね、いろいろこうまだ問題が抱えているところですので、私はぜひですね、この期間市があの責任を負うわけですから、その市の中でこの特定指定特定相談支援事業のいわゆるノウハウをしっかりと作っていただいて、それをこの民間の方にも反映していただく、そういうふうに、まあ、あのぜひお願いしたいと思うんですけど、そのあたりいかがでしょう。はい、鈴木健康福祉部長。今現在あのいろいろとご協力をいただいております、ノーマ、それから社会福祉協議会の方とですね、今お話を進めさせていただいているところでございます。で、今お話があったように、市も、まあ、初めてそういうことに取り組むわけですが、その中で、できたものについては、共有をさせていただくという考え方でございます。安西議員。はい、じゃあさあの3番目に移りたいと思うんですけども、いわゆるあの新しい体系ではですね、まあ、就労移行とか自立訓練とか就労福
継続支援、B 型とか生活介護とかってあるんですけども、どうもいただいた資料によると、来年の4月から、今年の4月からは、就労継続 B 型と生活介護、これを受ける、いわゆる昔、小規模作業所だったところがほとんどだということが分かりました。それでですね、この、いわゆるこのあたりが本当にこれから卒業、養護、特別支援学校とか卒業される方たちにとって足りるか足りないのかというふうなことでは、今年の春はね、なんとか皆さん落ち着かれたというふうなことなんですけど、これからの問題としては不足が見込めるという第一答弁でしたけれども、早急な対応が必要だと思うんですよね。それでですね、実は去年の10月18日に桜の丘学園の多摩市在住の多摩地域会っていうんですけども、そこが市の健康、市長宛てですけどもね、要望書を出してるんですけども、その回答が今年の1月24日付で来てるんですが、それを見て本当に冷たい返事だなと思いましたね。こういう施設の開設っていうのは、確かにもう市は民間任せにはなっています。しかしそのための条件づくりとかについては、少しはこの色のあるお話をされてもいいのじゃないかなと思うんですけれども、ほとんどこの、そういう施設を、作るというふうなお話もないし、新規施設および改修にあたっては、東京都などの施設整備補助の活用を含め、また市の障害福祉計画に基づき、多摩市の現状に合った施設整備を要請いたしますので、ご理解をお願いいたしますという、こういう返事なんですね。ところが今度のこのできた基本計画の中には、施設整備については一言も触れられてないじゃないですか。そしてこういう冷たい返事、これじゃ救いようがないですね。一体どういうことなんですか。鈴木健康福祉部長。第一答弁の中でもお答えをさせていただいておりますが、やはり財源という問題がありますので、財源の確定をしていない段階で、いくつ作りますというところについてはお答えすることができないということを、ご理解をいただきたいというふうに思います。安西議員。そういうことだったらもっと国にしっかり働きかけしてください現実はそうであったとしてもですね、やっぱりそれに対する対応を少しはこう前に一歩出すようなこともなくちゃいけないと思うんですね。で、特に今足りないのがその生活介護、いわゆるこれははっきり言いますと、その就職というふうにはなりませんし、作業を通じるというよりも日常生活をこう訓練によってこう維持していくというか、それでも仲間とあえてものを作ったりする中でこう生き生きと暮らしていけるという大変いい取り組みだと思うんですけれども、この生活介護、この不足分、これは第一答弁でも出ています。これについて具体的にもう少しこの見通しがあるのであれば、ないならないとはっきりおっしゃってください。鈴木健康福祉部長。生活介護についてはこれからの課題ということで、第一答弁の中でもお答えをさせて、市長の方からお答えさせていただいています。具体的には、今事業者と、定員の拡大であるとかということを含めてですね、お話をさせていただいているところでございます。安西議員。家賃補助もですね、ある意味じゃその定員拡大につながるっていうふうな事業者の声も私たち超党派で聞いてきたので、そういったことを議会でも提案したわけです。ところがですね、いただいた資料から見ますとですね、こういったところのその運用状況がどうかというと、本当にもう70から80%、100%の稼働率ですよね。ですからこういうふうになってくると、もうこれはもう目に見えて、今年は良かったけど、もう次の機会は本当に入れるかどうかわからないという、こういう状況だと思うので、私はやっぱりこの即手を打つべきだと思います。併せてですね、やっぱり医療的ケアが必要な方たちのこの日中支援の活動の場ですね、今、仲間のキーさんがあると思うんですけれども、この数だって足りません、足りなくなると思います。そういったことについての見通しはいかがですか。鈴木健康福祉部長。今のお話の部分につきましては、今事業者とも含めてお話をさせていただいてます。それから医療につきましては、島田緑園さんの方ともですね、お話をさせていただいているところでございます。安西議員。
桜の丘学園のお母さんたちはですね、やっぱ自分たちでももうそういう就労の場を作りたいというような望みも持ってらっしゃるわけなんですね。だからもちろん事業者さんの中にももう少し拡大したいという願いを持ってらっしゃるところもありますので、私はぜひよくまめにこの接種をしていただいて、その定員、いわゆる在宅を出さないというですね、その公約はぜひとも守っていただきたいというふうに思います。それでですね、もう一つあれですが、市役所内での その雇用の問題ですね。でこれはもう向井さんが非常に繰り返し取り上げて、そして去年の12月の議会で市長はですね、このように答弁していらっしゃいますね。必ずしもフルに働くことを前提とせず、何らかのトライアルは試みたい、私の任期中に可能な限り前進させたいという、こういう答弁があるんですけれども、先ほどだと相変わらずその制度設計を含め事業実施の実現に向け引き続き検討を行っていきたいと考えていますというこういう答弁なんですけれども、私はやっぱり障害福祉課、障害の方の、ね、担当の部局に、ま、障害福祉課に任せるのではなくて、やはりこれも先ほどから非常に前兆的とかっていろいろありますけども、そういうポストを作っていただきたいと思うんですね。でないと前に進まないと思うんですけど、そういうお考えは全くないんでしょうか。曽我総務部長。障害者の雇用の関係でございますけれども、まあ第一答弁、市長の第一答弁でも答弁申し上げましたけれども、まあ、今現在そういった事業実施の実現に向けた検討を行っているという状況でございます。これは私ども総務部門、それから健康福祉部門とも一緒になってですね、連携をして検討していくということで、これは昨年の12月議会で向井議員に答弁をいたしましたけれども、その方向で今実際に始めているというところでございます。そういう中では特にその専門の部署を組織的に作るということではなくて、両部の連携の中で進めていきたいというふうに考えてございます。安西議員。この件についてはですね、障害福祉課の働きというのは非常に何ですかね、いろいろとやっぱり一番頑張っているのはそこだと思うんですけど、私はやっぱりそこだけに任せちゃいけないと思うんですよ。大変忙しい中での実務をこなしながらですので、ぜひともですね、多摩市の中でやっぱりトップを切って、そういうふうな障害者雇用も進んだというふうな言えるようにちょっと頑張っていただきたいというふうに思います。でちょっと質問を前に戻しますけれども、放課後デイサービスのことでお聞きしました。でその中でですね、応納負担ではないというふうにおっしゃいましたよね。私はこれはごめんなさい、応益負担ではないというふうにおっしゃったと思います。応納負担だというふうにおっしゃいました。でこれね、実際この自動でやってらっしゃるところに聞いてみたんですよ。そしたら、今までですと父母会費、週2回、利用するとして、1回が4000円で2回が5000円までということで父母会費として、いただいていて、この中でおやつ代も、それから行事の時の費用も、それからいろんな材料費、こういったものも賄っているというようなことなんです。でこれが今度放課後デイサービス、この法律にのっとったなるとどうなるかといいますと、年収500万の方であれば、こういう方がちょっとそのところは多いそうなんですけども、これは夫婦で働いていらっしゃればそれぐらいになりますよね。そうすると、月に4600円、これは何回利用しても4600円だそうなんですが、その他に、おやつ代、これはそこの事業者の独自のお金で1回30円ですから、それを足したとしても5000円ぐらいになるわけですけども、ところがこれに今度はですね、そのいわゆる材料費、それから行事をするときの行事費、こういうものがかぶさってくるわけですよ。そうしますと、例えば同じく学童クラブというこの放課後対策があって障害児も受け入れておりますが、ここはおやつ、それから保育料含めて5000円ですよね。これを優に超えるお金がこの負担になるわけですよ。やっぱり障害があることでね、こんなにね、その国に差が出てきては私はいけないと思うんです。でこれはですね、その応納負担じゃなくて、まさに応益負担ですよ。そのあたりもう一回お伺いいたします。鈴木健康福祉部長。
また少し冷たいお答えになってしまうかもしれませんが、法の中では、生活保護受給世帯については、負担はゼロ、それから、低所得者、市町村の、まあ、市民税の、まあ、非課税世帯についても、無料、それから一般一ということで、収入がおおむね、890万以下の世帯に対しては、先ほど安西委員さんがおっしゃった、何回通っても上限4600円までですよということでございます。で、まあ、891万以上の場合はそれ以上またいただくということになりますが、でこういった形で、今ご説明したとおり、それぞれの区分ごとに、利用者負担上限を決めて、いただいているという、ものでございます。それで応納負担ということで書かせていただきました。はい、安西議員、この骨格提言、それからまあ、もちろん基本合意もそうなんですけども、特に骨格提言では、障害に伴う費用は原則無償、でこれはやっぱりね、家族の中にあっても、その人個人の人権を守らなきゃいけないわけですよ。私はご夫婦で裁判を訴えられている方、知ってますけれども、奥さんがそのいわゆる障害がない方だったために、過度な負担がかかってきたと。ご主人は自分の人権がね、非常にもう蹂躙されたと、こういう気持ちなんですね。ですから先ほど、私は障害者の権利条約、そのことを市長も評価されましたけど、あれにのっとればですね、日本のこの法律はね、おそらく違反だと、こういうことが国際的に言われるというふうに指摘されてるんですよ。その点についてはいかがですか。鈴木健康福祉部長。骨格提言のその元になったものは、今お話があった、確か平成18年だったと思いますが、国連で出した障害者の人権に関するものの中身、それを受けて今回の骨格提言は出されたということで、で私ども、基本的には障害者の基本法の中で謳われている中身を受けて、障害者の基本計画を作らさせていただいております。でその上に、多摩市の総合計画がございます。それに基づいて、着々と、まあ、お仕事をやらせていただくというのが基本でございますので、その辺はご理解をいただきたいというふうに思います。はい、安西議員、まあ、今度の法律もまた3年後には見直しということですね。でたまには世界的な視野というか、国際的な視野から私は日本の法律を見ていただきたいと思います。まあ、差別禁止法のこれもこれから作られていくわけですので、諦めはしません。私も諦めずに頑張りたい。以上です。安西紀美子議員の一般質問は終わりました。お諮りいたします。本日の会議はこの程度にとどめ、宴会したいと思います。これにご異議ありませんか。ご異議なしと認めます。よって本日はこれにて宴会することに決しました。本日はこれにて宴会いたします。お疲れ様でした。